ここで福島 FM のスタジオから地震に関する情報をお伝えします。先ほど午後11時34分ごろ、福島県、宮城県で最大震度6強を観測する地震がありました。震度6強を観測したのは福島県の中通り、福島県の浜通り、宮城県北部、宮城県南部です。また震度6弱を宮城県の中部で観測しています。この地震により現在福島県と宮城県に津波注意報が出されています。先ほど午後11時34分ごろ、福島県、宮城県で最大震度6強を観測する地震がありました。この地震により福島県の中通りと浜通りで震度6強を観測しています。現在福島県と宮城県に津波注意報が発令されています。皆さん大丈夫でしょうか。落ち着いて行動してください。沿岸部にお住まいの方はできるだけ沿岸部から離れて避難するようにしてください。またその際、外は夜で暗くなっています。どうぞ皆さんで声を掛け合って慌てずに落ち着いて行動してください。繰り返しお伝えします。福島 FM のスタジオで、福島 FM のスタジオのある郡山市内で先ほど大きな揺れを感じました。この地震により福島県と宮城県で最大震度6強を観測しています。震度6強を観測したのは国見町、相馬市、南相馬市です。また福島市、二本松市、田村市などで震度6強を観測しています。この地震により現在福島県と宮城県の沿岸部に津波注意報が発令されています。沿岸部にお住まいの方はできるだけ沿岸部から離れるようにしてください。またその際、外は夜で暗くなっています。どうぞ慌てずに落ち着いて行動してください。小さなお子さんやお年寄りもいらっしゃいます。どうぞ皆さん声を掛け合って落ち着いて慌てずに避難するようにしてください。繰り返しお伝えします。先ほど午後11時36分ごろ地震がありました。震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.3 と推定されます。この地震により、福島県で震度6強を観測しています。国見町、相馬市、南相馬市で震度6強を観測しました。お伝えしていますように、現在、福島県と宮城県の沿岸部に津波注意報が発令されています。沿岸部にお住まいの方はできるだけ沿岸部から離れるようにしてください。また外は夜で非常に暗くなっています。小さなお子さんやお年寄りもいらっしゃいます。どうぞ皆さん声を掛け合って避難するようにしてください。繰り返しお伝えします。先ほど午後11時36分ごろ地震がありました。震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.3 と推定されます。